KO 杯2歳セックス2024距離短縮で一撃、このワンジョは要注意。皆様こんばんは。稼ぐ情報競馬データ検証のヤグでございます。本日は5月分かる外球データヒントとしまして KO 杯2歳セックス2024をチェックしていきたいと思います。それではこちらが本日のメニューでございます。まず1つ目、 KO 杯2歳ステークス出走力の確認ということでございましてですね、まあ重賞路線のところもですね、スーツを出てきておりますので、そのあたりもね、しっかり皆さんと確認していきたいなと思っております。そして2つ目でございます、過去の KO 杯2歳ステークス外球傾向を学ぶということでございましてですね、過去5年間の外球傾向をまとめてみました。そして3つ目でございます、今年はどんな馬を狙うということでございましてですね、過去の傾向から今年狙っておきべき外球馬のポイントを押さえておきたいなと思っております。なおですね、今回の動画でまとめましたデータガイド版に関しましてはですね、週末出走馬確定いたしました。レース前日に LINE にてお送りさせております。最終起きるとかですね、ちょっとですね、厩舎のね、この馬で重賞取れそうですみたいなね、そんなコメントとか出たらね、拾いたいなと思ってますんでね、そのあたりの情報も含めてですね、一緒に LINE 配信させていただこうと思っております。下の概要欄からね、1秒で登録できますので、ぜひ登録してお待ちいただければと思います。それではですね、順番に見ていきたいと思うんですけれども、あ、もう一番最初にね、これね、愛用順なんで S 来ちゃいましたね。はい。AC ワンド S です。S、S、S。まあ、珍しくね、新馬戦に続いてですね、同じ馬と走って1着、2着でね、小倉2歳ステークスを連勝するっていうね、ほんと珍しいパターンだったんですけれども、先行してね、きっちり早い上がりを使うまでございます。馬場も不問で新馬戦からね、国産2歳ステークルまでですね、体重も増えた点も交換できますし、騎乗しているね、みゆき騎士も初戦から重賞でやれる馬と感じていたと話すほどでございます。楽な手応えでね、抜け出しておりましてですね、距離も伸びて問題なさそうかなと思います。1周前はみゆき騎士が騎乗しましてですね、立冬の反路 50.8 秒、姉妹集めに 10.9 秒、一般に攻めた2勝馬を圧倒しております。53秒のね、自己ベストを大きく更新で、この馬ね、さらに成長してるんじゃないかなというふうに感じております。そしてこちら、クラスペディアでございますね。はい、今お話ししましたこの AC ワンドと新馬戦から話しておりましてですね、まあ、相手がいなければ連勝で、ね、重賞制覇であったという風な馬でございます。まあ、またあの鉢合わせになるんですけどねまあ逃げてもね、控えても競馬できる対応力がありますし、またですね、馬場関係なく走れるのはアドバンテージでございます。小倉2歳ステークスはですね、今年中京代替開催で、大外からね、上がり1位の足で詰めた競馬からですね、距離延長で直線のある府中 1400m の舞台は合うんじゃないかなというふうに感じております。小崎騎士がですね、2週連続で騎乗しましてですね、1周目は立冬の反路 51.6 秒、ラストは強めに 12.0 秒という形でございましてですね、こちらも自己ベスト更新で状態良さそうかなと思います。能力は高いということで、評価は A とさせていただきました。そしてこちら、シンフォーエバーでございます。この馬はですね、ちょっとね、サプライズの S とさせていただきました。新馬戦からね、一貫して逃げの競馬だったんですけれども、新潟2歳ステークスでは岩田騎士がですね、なんとか辛抱してくれて楽にいたけれども、追って反応がなかった、パワーだけで走っているっていうふうにコメントしてるんですね。まあ、前走のサウジアラビアロイヤルカップでも逃げましたけれども、0.2 秒差4着とですね、なかなかの競馬でございました。騎乗したね、菅原騎士がですね、かからずに逃げれた馬がしっかりしてくれれば、もう少し走れると思うっていうふうにコメントしてたんですよ。ほうほうほうという感じでございましてですね、今回、中間、すごい丁寧にね、馬なりで調整しております。これね、1400m がハマれば、ちょっとね、あるんじゃないかなと思いましてですね、今回、鞍上、田辺騎士なんですよね。まあ、逃げるとき、結構思い切っていく騎士なので、1400m で逃げ切りやね、逃げ残りもあるんじゃないかなという感じがしております。人気としてはね、結構落ちそうな感じでございますので、ここね、狙っても面白いんじゃないかなというふうに思いました。そしてこちら、マイネルチケットでございます。新馬戦で2着に敗れて、次戦は戦通で取り消したんですけれども、前々走はですね、最後、一気に伸びて上がり最速で勝利しました。その足でね、健在で重賞に入っても通用しましてですね、サウジアラビアロイヤルカップでは 0.2 秒差の3着でございました。騎乗者、戸崎騎士は前走よりも息っぷりが強くなっていたけれども、我慢が効いて上手に走れたよというふうにコメントしております。まあ、これならね、1400m でも流れに乗れないことはないかなという感じなんですけれども、突き抜ける感じはないかなっていう感じでね、まずまずやれてもかなという気配がしております。1周前、リットルハンド、馬なり 52.7 秒、姉妹 12.2 秒、馬なりでも加速はスムーズでございます。評価としては B、舞台対応はまあ可能なんじゃないかなというふうに感じております。そしてこちら、レモンバームでございます。どうしてもですね、デムーロ騎士だと、ハマるかハマらないかっていうのがあるんですよね。新馬戦、東京 1400m で距離は全く問題ないんですけれども、三角過ぎからですね、外見を走って早めに動きました。力でね、ねじ伏せて 33.9 秒の上がり1位で勝利したんですけれども、デムーロもね、強かったというふうにね、コメントしてます。ただ、鞍上のね、やや早めに動く競馬がこれ、ハマるかどうかっていうポイントがありますね。ちょっとこれに関してはですね、まあ、A とかですね、高い数値を打てないなっていう感じがしました。評価としては B なんだけれども、ちょっと心配だよ、不安があるよ、みたいな感じの B でございます。1週前ね、水曜、木曜時点では追い切り再開しておりませんでした。
さあ、それではですね、過去5年間 KO 杯2歳ステークスの傾向を見ていきたいと思います。まずは2019年でございます。1着は大成ビジョン、2着はビアンフェ、3着はベルナでございました。今年は1着と2着が外級試合となっております。そしてこちら KO 杯2歳ステークス2020年の傾向でございます。1着はモントライゼン、2着はロードマックス、3着はユングビーでございました。今年は1着と2着が外級試合となっております。そしてこちら KO 杯2歳ステークス2021年の傾向でございます。1着はキングエルムス、2着はトーシーマクワ、3着はラブリーワーアイズでございました。今年は3頭すべて外級試合となっております。そしてこちら KO 杯2歳ステークス2022年の傾向でございます。1着はオーバンブルマ、2着はフルムダスク、3着はスピードオブライトでございました。今年は1着と3着が外級試合となっております。そしてこちら KO 杯2歳ステークス2023年の傾向でございます。1着はコラソンビート、2着はロジーニョ、3着はオーキッドロマスでございました。今年は1着と3着が外級試合となっております。KO 杯2歳ステークス2024年狙うわーということでございましてですね、これめちゃくちゃ珍しいレースなんですよね。外級の裏をつけん逆ノーザン仕上げということでございましてですね、3年連続構想だったですね、2018年から2020年、このね、ノーザンファーム仕上げ馬が2020年で途絶えたんですよね。そこからですね、ノーザンファーム仕上げ全滅でございましてですね、逆に8番人気、10番人気など人気薄の非ノーザン外級馬が構想してるんですよ。はい、8番人気1着のキングエルメスとかですね、9番人気1着のオーバーブルマイ、そして昨年はですね、9番人気3着のオーキッドロマンスが激走しております。ということでございまして、このレースに関してはですね、ノーザンファーム天栄でも志賀でもないですよ、非ノーザン外級馬、こちらをですね、人気薄でも狙っていくのが面白いかなと思っております。最終的な、ね、外級馬やデータ回答馬に関しましてはですね、出走馬を確定いたしましたらレース前日に LINE でお送りさせております。最終要求とかですね、ちょっとこの馬成長したんじゃないかなとかですね、まあそういう情報とかも見つかりましたらですね、一緒に LINE 配信したいなと思っております。下の概要欄からね、1秒で登録できますので、ぜひ登録してお待ちいただければと思います。本日も最後までご覧いただき誠にありがとうございます。週末重賞の外形分析動画は日曜から順に毎週アップしております。皆様の予想や見解もコメント欄にお寄せください。そして最新の外形情報は LINE でお送りさせていただいております。下の概要欄から1秒で登録できます。出走馬が確定いたしましたレース前日19時に配信させていただいております。そしてチャンネル登録やグッドボタン、いつも皆さん本当にありがとうございます。正直にめちゃくちゃ嬉しいです。いつも見てるな、よく見るな、チャンネル登録しよう、今日の動画ちょっと面白かったな、外形情報知れたな、よしいいね押してみるか、そんな感じの軽い気持ちでも大満足でございます。もしよかったらこの機会にチャンネル登録やグッドボタンぜひよろしくお願いいたします。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。それでは次回の動画でまたお会いいたしましょう。